サルトリーバラカ、スマイラコッチは単子用植物に属するトガ。従来ユリカに含められていたが、形態が他のユリカ植物と大きく異なるためクロンキスと体型では独立のトガとされている。主に熱帯から亜熱帯にかけて分布し、いくつかの種は温帯に分布する。低木、または双本で、多くはツル性、または他のものによりかかって伸びる。葉は幅広い。 4から12属に分類され、375種ほどが知られている。クロンキスト体系でのサルトリーバラ科は4つのグループに分けられ、APG 植物分類体系ではそれぞれを別の、トかとしているが、そのうち競技のサルトリーバラ科が圧倒的に多い。以下グループに分けてもべる。競技のサルトリーバラ科。葉は、幅広い心臓系、卓葉が巻きひげになっているのが特徴。 花は単生下で私有一種のものが多く、小型の花が三型果樹を作るものが多い。果実は液化。二内子四四属、約370種が世界的に広く分布する。日本には、塩出属スマイラックスとカラスキバサンキライ属、ヘタースマイラックスの10種ほどが分布し、その他スドスミラックス属などに分けられる。鶴清草本の塩出スマイラックスリパリアバリエーション。 ウスリエンシスは、山菜として知られ、栽培も試みられている。木元のサルトリーバラスマイラックスチャイナは茎に、棘があり、秋に赤く熟する果実が美しいので生け花に、用いられる。また、西日本のかなり広範な地域では、カシワ餅のカシワの葉の代用として、これを用いる。フィリーナ、ラパゲリアの二属二種。南米南部に分布する。花は大型で美しく。 特に、椿カズララパゲリアロセアは、よく栽培され、チリの国家でもある。ドライマファラ、ユーストリフィス、ゲイトナプリーズム、ルザーヤガの4属5種ほど。南米南部と、オーストラリア東部などに分布。ライポガナムの1属6種ほど。オーストラリア東部などに分布。スマイラコッチインフローラオブノースアメリカ EFLORAS.org。ありがとうございます。